取手市、双葉地区は住宅地にあり、色あせてますが綺麗に保たれてる場所にあります。水田に囲まれ、小貝川から牛久沼に広がる田んぼの一角にあります。双葉地区は、小貝川から取水した用水路に面しており、福岡堰からの用水路により、直接取水や用水機場によるパイプライン灌溉を行っています。尺投げです。双葉緑道は、散歩道として、また憩いの場として広く市民の方々に親しまれています。密集する住宅街の南北に伸びる緑道です。ところどころに、花のアーチなどが設置されており、散策する人々を楽しませてくれます。歩いて楽しむことがメインの緑道なので、ウォーキングに励む場所にもぴったりです。散策路に沿って、歩き疲れたら一休みできるベンチもあって、憩いの場となっています。緑道には、尺投げ、カリフォルニアポピー、アジサイなどの整備された花壇が綺麗な花を咲かせました。色とりどりの花が植栽されていて、年間通して綺麗な景観を楽しめるのも魅力的です。ベンチは敷地内に複数設置されています。また、たくさんの樹木や草花が地域の方によって手入れされ、緑道を歩く人々の目を楽しませてくれます。近くに牛久沼水辺公園もあって、自然に恵まれています。散歩は幻想的で、忙しい毎日からほっと一息できる空間になっています。のんびりと散策できる、緑道です。ところどころに彫刻、休憩所が設けられ気持ちの良い風が吹いています。取手市、双葉には、長い緑道がありました。舗装された綺麗な道なので、花や緑を眺めながら歩くととても気持ちが良いです。カリフォルニアポピーです。花壇なども多く、のんびりとした雰囲気が漂います。歩きやすいように整備され、景観も美しいことから、一休みをしたりしながら楽しめます。駐車できるスペースは少しの時間なら問題ないと思います。散策路も整備されており、安心して歩ける場所です。